去年7月に発生した熱海市の土石流災害で、象徴となってきた建物の解体作業が今日から始まりました。解体作業が始まったのは、熱海市の土石流災害の象徴となってきた4階建てのビル、丸越酒店です。今朝から工事関係者が建物の中に入り、解体の準備を進めています。被災した住宅の解体は、理災証明・ もしくは被災証明で半壊以上の判定を受けた人が対象で申請した人に対し熱海市が公費で撤去します公費での解体作業は被災者の負担軽減や二次災害を防ぐことを目的としていますこれまでに57棟の所有者が解体を申請していて熱海市は来年1月までに完了を目指しています